ファンの方はよくご存知ですね。ねえ、ちゃんと用意してますな。プロ野球史上5人目となります。通算200セーブ達成まであと1セーブ。プロ野球史上現在も最多は岩瀬投手が316、2位が高津慎吾投手286、佐々木和弘投手が252、元ロッテオリックスの小林正秀投手が228、それに次ぐのが藤川球児、現在199、投手キャプテン。さあ節目の200セーブ達成に向けてあとアウト3つ。打席は堂林。与沢さん、はい、200、すごい数字ですよね。そうですね、まあ、これは、ね、積み上げた数字なんで、でも200ってすごいですね。足掛け8年でのもし今日達成されれば記録ということになります。まあ、250っていうのは、まあ、投手にとって、まあ、セットアップ、あのクローザーに通して250っていうのは名球界の数字なんですけど、はい、ただ8年でやってきたってのはすごいですね。ストッパーが、まあ、ちょっとあれですけど、こんなすごい切り札のストッパーがいるのにセ・リーグを制したのが1回しかないというのは残念ですね。まあ、しかも藤川がクローザーになってからはないですからね。クローザーというのはね、はい、あの2005年はセットアッパーでしたので ね、 あ、そうですね。こんなピッチャーすごい切り札を持っているのに。大きな故障で、ね、離脱することもなく、そうですね、今日2安打の堂林です。見逃しの三振、ワンアウトです。まあ、ちなみにプロ初セーブは今おっしゃった優勝の2005年9月9日甲子園のカープ戦なんですが、実はこの年あの藤川投手はセットアッパーでして、はい、なぜこの日にクローザーになったかといいますと、この2日前にあの名古屋ドーム9月7日中村豊選手の延長平井投手から打った決勝ホームラン、はい、あの試合で久保田投手がかなり長いイニングを投げたんですね。なるほど。で移動日1日挟んだんですが、その日はもう久保田投手は投げさせないということで、うん、藤川投手が最後1イニングを投げ切って、これがプロ初セーブ。そのシーズンはそのセーブ1つだけなんですね。よく調べてきましたね。いやいやいや、お見事。浅井選手が入っています。岩沢アナウンサーに座布団1枚。いや、私生で見てましたんで、すごく覚えております、その試合は。素晴らしい。まあ、ですから足掛け8年と言いましても、最初のこの2005年の西武1っていうのはもうこの1個だけですからね。7年ということですね。2006年のシーズン途中からクローザーに回りましたから、はい、実質7年です。ただ藤川もこの2012年のスタートは少し苦しいスタートになっています。あの巨人戦あたりからあのストレートが戻ってきたっていう感じがあるんですけどね、はい、いろいろフォームもね、はいはい、試行錯誤しながらマイナーチェンジを繰り返してここまで来ています。まあ、球児の発言が非常に気になる時があるんですけどね、はい、そのストレートでは抑えられなくなったとかね、はい、いろいろコメントではね、すごくあれと思うようなところあるんですけど、でも昔の球児に比べればっていう話になりますけど、はい、今のこのストレートも速いですよ。十分に、はい、それにプラス今年はフォークがよく落ちますね。時の球児のあそこら辺かすらせませんでしたけどね。それこそ2006年あたり、はい、
それに比べらってなりますけど、今でもすごいピッチャーですよ。はい、フォークですね。これがいいんですね。2者連続三振で2アウト。今シーズン久保初登板初勝利に向け、そして藤川球児節目の通算200セーブに向け、あとアウト1つです。なんといっても2打席連続ツーラン、打のヒーロー鳥谷がフォアボール、そして新井がツーランという形が2度続きました。代打はミコライオに代わって中東です。こうなってきますとね、はい、福澤さん、なんかこう三者連続三振で節目の記録を達成してもらいたいなという気もするんですが、スライダーから入りました。いろいろ使ってますよね、変化球も今年は、特に開幕から、3回首を振りました。ただ最初の2球は球種で、最後の1回はコースを振ったんですね。何を投げたかったか。もう一度首を振って、はい、うなずいて、選択したのはストレート、ストレート、はい、インコース。さあ追い込みました。過去、はい、そうなると小宮山何を出したんだって気になりますね。4人しか達成していない通算200セーブに向け、あとストライク1つ。そして阪神タイガース、このマツダスタジアムで連勝に向けて、あとストライク1つ。三球三振でなるとしたらフォークボール。空振り三振、最後は147キロストレート。節目の通算200セーブ達成、最後は三者連続三振で決めました藤川球児です。4対1阪神勝ちました。史上5人目通算200セーブ達成の藤川球児です。今記念の花束が贈られます。和田阪神、これで10試合を終えて6勝2敗に引き分け、勝ち越し4つ。史上5人目となる節目の通算200セーブ達成藤川球児。最後は広沢さん、いやー、はい、三者連続三振でしたね。よかったの、なんか区切りの、ね、シーンに見られるって嬉しいですね。そうですね、はい、200セーブ、今度球児と話すと200セーブ降りたんだよって言いますからね、球児にね。いやすいません、勝ったから言わせていただきますが、広沢さん間に合ってよかったですね。いやすいません。いえいえ。いや握手攻めです。まあね、藤川にとっては当然広沢さん、もうこれ通過点の数字だと思いますが、はい、目標はもっと高いところにあると思うんですけど、ね、でも本当に良かったですね、そして久保投手も今シーズン初登板で初勝利ということで、先発ローテーションのピッチャーにまた白星が一つつきました。あ、これ藤川が行きますかね、ヒーローインタビューどうでしょうか。まあ、本当は荒いでしょうね、荒い久保で、はい、でもまあ区切りなので、球児が来てもウェルカムですよね、はい、花田も持ってますね。そうですね、長石候補が持ってますね。あ、はい、出てきました、はい、ではじっくりとお聞きいただきましょう。放送席そしてタイガースファンの皆さん、今日のヒーローは通算200セーブ達成となりました藤川球児投手です。ビジターゲームですが、熱心なこのファンの皆さんに見守られての200セーブですが、どうですか。そうですね、でも本当にチームのためというかね、チームになんとかいい形でゲームが終われるようにと思って積み重ねてきた数字なんで、まあ、僕だけの数字じゃなくて、本当に
登板させてもらうようにで打ってくれた、ね、打線とか、まあ、チーム全体の数字だと思うので、まあ、自分が代表してここにいるというふうに思ってます。今日マウンドに向かう時の心境なんていうのはどうだったんですか？いや今日はもう藤井さんがね昨日デッドボール当たったんでうちのねキャッチャーまだ小宮山になってるんでそいつがどういうふうなリードをしてっていうのを、まあ、チーム全体としてサポートしていかなきゃという中だったんで、でもねこんないいゲームができたんでね小宮山にもまた頑張ってもらって、はい、チーム全体でまだまだ勝っていきたいと思います。はい、セーブの数を積み重ねていく中で藤川投手自身も考えることも随分変わってきたんじゃないですか？考えるのはいつも打たれそうで怖いということだけです。はい、でも確かにチームの勝利であるとか先発投手の勝利などが変わる可能性があるポジションでこれまで200という数字積み重ねてきてそのあたりの実感というのはどうなんですか？いやもう本当にチームの数字だと思ってやってたんですけども、まあ、このキャプテンマークないときは自分勝手にプレーできたんですけれども、このキャプテンいただいたんでチームのためにと思うと一回も抜くことはできないですね。はい、さて今年これでシーズン始まってから10試合で6勝2敗2分けということでいろんな勝ち方をまたチームしてますけどもここまでの手応え藤川さん自身はどうでしょうか？いやもう本当に冷静に捉えながらチーム全体としてそのいい雰囲気とか勝つ負けるじゃなくてね1試合1試合を順調に積み重ねていって最後に優勝するということなんでいかにこう落ち着いてシーズンを送れるかというところなんで今本当に順調ないいスタートが切れていると思いますのでファンの皆さんも毎日期待して球場に来ていただけるといい試合見れると思いますのでぜひまた球場来てください。これからも楽しみにしています。ありがとうございました。おめでとうございました。今日のヒーローは藤川球児投手でした。放送席どうぞ。試合終了は9時21分でした。この放送は9時35分までお送りします。放送の解説は広沢克己さんでしたが聞きたいことがたくさんありますけれども、はい、まずは藤川投手に対して広沢さんもね、はい、共にチームメイトとしてあるいは打撃コーチクローザーという関係で、はい、共に優勝を目指して戦った中として200セーブ史上5人目、はい、球児はですね自己評価非常に厳しいんですよね、はい、自分に対しても、まあ、周りに対してもね、その節々がですね今日のなんかこのインタビューに出ててねやっぱり本当に厳しいなと、それとやっぱりこの受け答えをしているとすごくまあもう当然なんでしょうけども、落ち着いているというか大人に見えました。本当にね立派になっちゃいましたね。はい、ぜひねこの後は250セーブ、うん、ここを名球会のね、はい、数字になりますんで阪神でね、阪神で250ぜひ目指していただきたいというふうに思います。はい、先日とFA のね権利を取ってそうなんですよね。ちょっとねそういうのも新聞で話題になってましたけどね、はいはい、そして今小宮山投手の話が藤川投手からも出てましたけどもやっぱり試合が終わりました。広沢さん、はい、小宮山にとってもやっぱり今日のゲームっていうのはまた藤井が抜けて最初のゲームで勝った、はい、一つね冒頭はありましたけれども、はい、久保のねただ試合が勝てていろんなね藤川とのコミュニケーションもあってというそういう意味ではまたいい経験だったんじゃないでしょうね。そうですね、こういう経験苦い経験いい経験どん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 それがキャッチャーとして その経験になります、ね。はい、まあ、本当に良かったですよ。はいはい、では今日のハイライトをご覧いただきましょう。